皆さん、こんにちは。本日はですね、エーテルのことで考えた精神世界の話、理論と感覚というタイトルでお送りしたいと思います。よろしくお願いします。はい、ですね、先日行われた、中村光三さんと青原さんの対談なんですけども、エーテル、フリーエネルギーについての対談、ご覧になった方も多いと思うんですけども、本当にとても面白い対談だったなと、思いました、私の方も見させていただきました。はい、この対談をですね、ご覧いただいてない方のために、とても簡単に説明しますと、エーテルっていうのはですね、19世紀の自然科学で定義された光を伝達する仮想上の物質の名称というふうに言われております。で、このエーテルがですね、アインシュタインによってですね、実在性を根本から完全否定されてしまってるんですね、現在は。なのですが、そのエーテルっていうのは実際は存在するんじゃないかと、その存在が明らかになると困るか人たちがたくさんいるから、存在しないとされてるんじゃないかと言われてるんですが、この対談では青原さんによって、実在性の、解説などがされたり、さらにはそこからフリーエネルギーの可能性についてのお話などもされて対談となっております。とても興味深い対談となっておりますので、まだご覧になっていない方はぜひ一度ご覧ください。はい、それでですね、エーテルっていう言葉を最初に聞いた時にまず僕が思い出したのはですね、エーテル体という言葉なんですけども、僕の方はですね、最初に精神世界の話でエーテル体っていうのを、聞いたんですね。チャクラの話、今写真に出てるのがチャクラの覚醒と下脱っていう本山博史さんっていう方が、書いた本なんですけども、こういった本を読んだ時に、出てくる言葉としてエーテル体というのがあるんですけども、どういったことかと言いますと、人間の体は肉体とエーテル体、かっこ霊的身体とアストラル体、かっこ精神的身体とそれを取り巻くオーラによって構成されていると、言われているんですね。で、オーラの最下層の部分をエーテル体と呼んでいます。人間の持つその雰囲気、っていうのがあると思うんですけども、その雰囲気を何でしょう、表す、一つの層の名称としてエーテル体というものがあるっていう話をですね、最初に私の方は、聞きました。なので、何て言いますか、科学的な話よりも精神世界の話として最初にエーテルっていう言葉を、知ってたんですね。なのですが、はい、シュタイナーなんですけども、シュタイナーはエーテルとエーテル体は別と言ってます。エーテル体でいうところのエーテルは物理学とは関係のない別の意味の言葉として用いられていることを強調しているということになってるんですね。なのでエーテルっていうものとエーテル体っていうのはもう全く違うもんだよっていうふうに言われてるんですけども、僕個人としてはですね、エーテルとエーテル体は本当に関係がないのかっていうところが実は一番興味を持ってるところなんですね。はい、というのもですね、僕個人はですね、精神世界と科学的、その論理的な科学的な話の両方を知りたいタイプなんですね。で、よくそのツイッターとか YouTube とか、そういった話を、のやりとりなんかを見てるときになんですけども、精神世界の話っていうのはですね、感覚的すぎて説明ができていないとか、理論的でないと割とこうちょっと、理論派の方からは、否定されがちな傾向があるように、感じます。で、感覚的な世界 VS 理論的な世界になりがちな傾向があるような気もします。で、
僕個人はですね、どちらかといえば感覚的な人間の方なんですね。理論的な話っていうのはですね、割とまず僕のパターンですと、直感でこうじゃないかなと思ったものの、裏付けとか、補強や補完をするために理論を用いるっていうようなことが、結構多いですね。なので理論から入るっていうよりも、割と直感だったりインスピレーションだったり感覚の方から入っていって、そこから、その後に、理論や、なんて言うんでしょう、裏付けとなる証拠、解説、説明何かを、拾っていくというようなパターンがすごい多いです。なので感覚的な話も論理的な話もバランスよく扱いたいっていうのが私個人の、考え方なんですね。はい。でですね、まあこれは僕のまあ個人的な感覚なんで、そう、いやそうじゃないんじゃないっていう方もいらっしゃるかとは思うんですけども、ちょっとですね、精神世界の話や、感覚的な話っていうのがちょっとしにくい空気があるような、感じがしてるんですね。遠慮してしまうというか、それってスピ系なんじゃないかっていうツッコミが入ったりとかいうのをなんかこう警戒してしまって、そういった話を扱いにくくしてる空気が若干あるかなっていう気が、しています。で、僕個人はですね、精神世界の話がまあ大好きなんですね、もともと。まだ自分のチャンネルやツイッターの方ではあまりそういったお話っていうのはですね、したりしていないんですけども、もともとはすごい好きなんですね。なのでそういった精神世界の話であったり、もっと感覚的な話、そういったことをもっと自由に遠慮なく話せる場があったらいいんじゃないかなと、思いましたので、この寝起きの考察 NK チャンネルでは今後はですね、そちら方面のお話なんかも扱っていきたいなと、思っています。理論も大事だと思うんですけども、人間のその感覚の話、感覚的な話も、とても大事だと思うんですね。なので思考と感覚をいいバランスにをテーマに、このチャンネルを展開していけたらなと思っております。はい。で、まあちょっと優等生的なまとめになってしまうんですけども、理論的な人は感覚的な話に、感覚的な人は理論的な話に、お互いに謙虚に耳を傾けることが大事なんじゃないかと思います。そして、愛ある理論。愛ある議論の展開が重要なのではないかなと思います。はい。で、最後に、最近どこかで見かけたこの言葉を、で終わりにしたいと思います。本日は以上となります。感覚的なことも、理論的なことも大事にしながら、楽しんで、真実を探していきたいなと思います。ではまたよろしくお願いいたします。本日はこれで失礼いたします。ありがとうございました。